エビススタウト、クリーミートップ香り華やぐ、エビスエビスビールは、札幌ビールが製造、販売する爆が100%ビールの商標。プレミアムビールに分類される。札幌ビールの前身である、日本ビール醸造会社に、ドイツ人技師カール・カイザーを招聘して醸造されたビール。当時の名称は、エビスビールだった。当初は、大黒店から命名しようとしていたが、 横浜にすでに大黒ビールが存在したためにエビスを採用したという権威が見られる資料が2000年代に発見されている。エビスビールは1900年代にはすでに世界的な評価を獲得している。1943年にビールが配給制になり名称がビールに統一されたことで一旦消滅するが1971年に 戦後初の爆が100%仕様のビールとして復活した。1980年代前半に低迷期に陥ったが、1986年にパッケージデザインの変更と中身の生ビールか、1988年に漫画美味しんぼの50年目の味覚で取り上げられたことなどが契機となり、売り上げが回復し伸びていった。長期間にわたり、 プレミアムビール市場の主位名柄となっていたが、2000年代中盤にサントリーのザ・プレミアム・モルツが急成長した影響を受け、札幌ビールは2006年からエビスブランドのテコ入れに着手し、同年10月にはエビスブランド戦略部を立ち上げて、エビスの名を冠した商品を複数販売する展開を始めた。エビスのマークそのものがブランド表示とされ、 札幌ビールのビール類商品には必ずあしらわれるシンボルの星がエビスビールには付されない。ありがとうございます。